幸運を祈っているわ。エクセリアがたくさん手に入るモンスター？うん、どうもそういうモンスターがダンジョン内に増えてるらしいの。それ別に悪いことには聞こえないんですけど、どうして討伐クエストなんて出ちゃうんですか？それがね、一部の神様たちがエクセリアの取得機会は均等公平であるべきだって騒ぎ出して、何の対処もしないならギルドへの税金も払わないって、そういう神々への対応策でこのクエストが出たんだけど。なんだかよくわからない話ですね。うん、結局クエストを受けてもらった冒険者は多くのエクセリアを稼ぐことになっちゃうしね。けどギルド的には解決のために何かしたっていうのを見せることが大事とかで、意味ないことのような気もするんだけど。いろいろ大変なんですね、大人の世界って。そういうわけで、できるだけエクセリアを多く稼いでも問題になりにくい中小ファミリアを中心にクエストをお願いしてるの。そういうことでしたら任せてください。神様にも事情を話してクエストを受けられるようにします。うん、ありがとうベル君。はあ、少し肩の荷が下りたよ。ベル君もいい機会だし、たっぷりエクセリア稼いじゃってね。はい、ありがとうございます。ついてこい。負けさせないよ。出たな。負けさせないよ。参ります。加勢するぞ。よくやったわね。ご褒美は何がいいかしら。